旗瀬駅は山口県下関市畑瀬宮の下町にある西日本旅客鉄道の駅である。本港では隣接する日本貨物鉄道の畑瀬、走車場についても記載する。山陽本線を所属線として山陰本線を加えた2路線が乗り入れる。山陰本線は当駅が終点であるが、すべての列車が山陽本線経由で隣の下関駅を発着している。 当駅構内に下関総合車両所がある。島式2面4線のホームを持つ地上駅。1番乗り場が山陽本線下り、2番乗り場が山陰本線下り、3番乗り場が山陰本線上り、4番乗り場が山陽本線上りである。駅舎とホームは古戦橋で連絡している。2012年には1.4番乗り場のホーム、かさ上げ工事が行われ、 2.3番乗り場についても改修が行われた。駅構内東側に下関総合車両所を用し試運転をしている車両を見ることが可能である。接近放送は以前は、筑前多い待機の冒頭に使われていた接近メロディーであったが、2012年3月頃に広島市社標準の接近放送と接近メロディーに変更された。1.2番乗り場。 3.4番乗り場で異なる。旅客駅としては、下関駅が管理し、駅長が配置されているの運行管理は当駅で、行っている運転取扱い駅である。かつて改札上に、電照幕式の発車案内があったが、今は、各方面乗り場案内の印字されたプラスチック板で、塞がれている。なお、近隣道路の整備や、山の電軸に駅を整備する計画により、駅舎が、 下関駅側に移転をする計画がある。旗西駅下関駅間に日本貨物鉄道の旗西創車場がある。時刻表などでの表記は旗西。正式には旗西駅構内の扱いである。旗西駅関区を併設するが乗務員区所で車両の配置はない。この創車場で電気機関車の交換を行うため本州と九州をまたぐすべての貨物列車が 運転停車をするほか、下関駅に向かう貨物列車の中継点となっている。機関車の付け替えや入れ替え作業、貨物列車の蘇生作業などの操車担当、操車場内の信号担当は JR 西日本が JR 貨物から委託を受けて行っている駅でもある。そのため、駅営業は JR 西日本2021年5月31日までは、 JR 西日本広島メンテック駅運転。走車業務は JR 西日本貨物運転士、研修等は JR 貨物という JR 西日本が委託も受託もしている一風変わった駅となっている。路線及び使用方法は以下の通り。駅南を山口県道258号、竹久向野線が駅裏を旧国道191号が通過している。 駅のある旗西宮の下町は、下関市の中心エリアの一つである山の電軸の南端に位置しているが、商業施設等が集積するエリアからはやや離れている。また、文京地区となっており、高等学校の多数集まる東駅地区にも近接しており、朝夕とも駅を利用する通勤、通学者が多い。1日の平均乗車人員は以下の通り。なお、 2019年の年間利用客数は935,213人である。ありがとうございます。